国家別銃機所持取締法の概要は、銃法及び、方針一般市民による、消火器の製造、販売、譲渡、所有、変更及び使用に関する国別の法律と方針。多くの国々は、銃機政策に関し、制限的であるのに対し、寛容的政策を取る国家も少数ではあるが、存在する。銃の所持が許されている国は、アルバニア、オーストリア、チャド、 コンゴ共和国、ホンジュラス、ミクロネシア、ナミビア、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、セネガル、南アフリカ、スイス、タンザニア、米国、イエメン、ザンビア、カナダやチェコ共和国などがある。また、論理的に制限的ではあるが、銃の所有に関する許可証を発行する国家もこの中に存在する。国家の歴史的背景などから、 強力な銃文化が成り立っている国においては、市民に武器を所持させ武装する権利を与えているほか、重意識の相違により、近隣の重法よりも自由度の高い重法が制定されているなどの地域間相違も存在する。民間人の重機所持を規制する国々では通常、特定の重機に対する所持を制限しているか、許可証を発行しなければならない理由があるもの以外の所持を、 制限している。資料、射撃競技、自己防衛、収集化及び、隠した状態での傾向などで銃の所有許可を得ても、別途、関係法令に関する許可を得なければならないなどの制約が課せられている。通常、住所時法は、大きな損害を与えることができるとされる武器や隠し、運ぶことができる武器などに対し指定しており、 犯罪行為での使用を減らす目的として制定される。合法的所持に監視政権が課されているものは、特定の年齢以下、または犯罪歴を有するものであり、その他家庭内暴力、アルコール依存症や薬物乱用の起用歴や中毒患者、精神病、うつ病、自殺未遂など、自分や他人に対し危害を及ぼす可能性が高いと判断される場合に拒否される。 所持免許を申請する場合は、身分を証明できる公的書類、銃の安全な取扱いに関する講習を終了し、武器を安全に保管することができる保管庫や場所を有することなどが必須条件となる。銃法は、当局が法的要件を満たした一般市民が銃所自免許を発行する国においては寛容とみなされ、規制当局の裁量により免許が発行される可能性があり、 所持する理由を証明することが明確でなく、申請に関し何度もその理由を請求しなければならないなどの場合は制限的となる。一般市民が合法的に銃を手にすることが困難、または不可能である場合には銃法は厳格とみなされる。消火器を制限する法律では、爆発物、クロス棒、刀、電気ショックを利用する武器、エアガン、護身用スプレーなども、 同様に規制する国もある。その他、大容量の弾倉、減音装置など重機に取り付ける付属品も制限され、購入する弾薬の量や種類に関しても制限があり、特定弾薬の販売や購入所持などは禁止されている。この記事は、世界規模のため詳細に説明することは不可能であるが、 消火器の使用と民間人の所有に関する各国の武器に関する法律を簡単に要約する。2000年12月1日、マリのバマコにおいて、アフリカ統一機構加盟国51カ国の代表が、アフリカの小型武器の不法増殖、流通及び人身売買に関する共通の立場に関するバーマコ宣言を採択している。署名各国がそれぞれ国内法のも消火器並びに、 小型武器の不法所持を犯罪と確立することを推奨している。ケニアでの銃法は、ケニアの銃器法に定められている。上級ライセンス官が銃器に関する免許の授与、否認、または取り消すなどの裁量権を有している。申請は21歳以上であり、犯罪行為、精神的健康及び家庭内暴力についての厳格な身元調査に合格した上で、 個人的二重を所有して持ち運ぶ必要があることについての明確な説明が求められる。免許付与後も定期的に検査が行われ、検査に合格しない場合は直ちに執行する。所持に関する免許を受ければ隠した状態での傾向に関する追加許可などを必要としない。南アフリカで銃器免許を申請する場合、申請者は 免許を申請する特定の種類の銃器を対象とした適格者であるかのテストと南アフリカの銃器法に関するテストに合格する必要があり、これらのテストに合格後、南アフリカ警察が行う身辺調査と銃器保管場所に関する適正検査が行われる。両方のテストに合格し、証明書が授与された後に、自己防衛目的から職業的資料までの範囲で、 銃器の免許を申請することが可能となる。各免状ごとに保有できる弾薬量などが決められている。アルゼンチンの銃器は制限されており、2015年10月下旬に法務省と人権省の支部であるレイナーに代わり、アンマックにより規制されている。アルゼンチンで銃器許可を申請するには、申請者は21歳以上であること、身体的にも、 精神的にも健康であることを証明する健康診断書を提出し、取扱いに関する安全講習を終了し、正当な生活収入の報告などの経歴調査を受け合格しなければならない。合格した申請者は5年ごとに更新が必要な指紋付きライセンスを発行される。重機を購入したい場合は重機を保管する安全な場所を提供し、 重機を購入するための適切な理由を示さなければならない。重機は正規販売店を通して購入し、アンマックに登録しなければならない。重機が継承される場合には、再登録届を提出する必要がある。適切に保管されている限り、所有する重機の数に制限はなく、弾薬の売り上げは記録されるが、所持に関しては無制限である。 合法的拳銃所持者に対する銃の携帯許可証の取得は非常に困難であり、その説明のためアンマック委員会に出頭する必要がある。明確な危機が迫っていると証明される場合にのみ発行され、携帯許可証は危険性な状況であるか再検討するために年次更新され、危険性が取り除かれると通常、許可証は直ちに取り消される。 警備目的などの民間警備会社などには事業用運搬許可証が発行される場合などがある。32口径を超える拳銃は条件付きで所持が可能であるが自動式拳銃の一般市民へ販売は禁止されている。22口径のロングライフル以上のボルトアクションライフル及び22口径ロングライフル以上の半自動式小銃で取り外し不可能な弾倉は 条件付きで使用可能。取り外し可能な弾層を持つ。22ロングライフルを超える全自動ライフルと半自動ライフル。半自動ショットガンを及び長さ380から6 0 0、mm、トルの重心のショットガンは条件付きで使用可能。全自動ショットガン及び3 8 0ト、mm、ル未満の重心を持つショットガンは禁止されている。ブラジルでは すべての銃器に監視登録が必要である。所有権の最低年齢は25歳であり、銃器を取得する前、及びその後、3年ごとに適正と精神的健康であることを証明する書類が必要であり、銃を自宅外に持ち出すことは一般的に違法である。2004年7月1日付の大統領令第5条123項により、正当な理由で、 所持されていない銃器を連邦警察が没収することが可能となった。自衛は有効な所持理由とはみなされない。ブラジルの銃器総数は1400万兆から1700万兆の間とみられ、推定900万兆が未登録である。2005年の国民投票でブラジル市民は一般市民への銃器の販売を全面的に禁止するという政府の提案に反対している。 カナダでの取得は、銃器と免許手続きに関する手続きが、王立カナダ騎場警察によって交付されており、銃器安全コースを受講し、テスト、経歴調査、及び面接に合格する必要がある。パルを通じライフルとショットガンの購入が可能である。また制限付きパルコースも用意されており、該当する武器を取得することが可能となっている。なお主な取得目的は狩猟と射的である。 他人の脅威から身を守る、自己防衛目的での持ち運びは禁止されているが、野生動物保護目的での専用許可証、ウィルダネスキャリーパーミットを取得することが可能である。登録済みである制限、または禁止された武器の輸送許可要件が別途ある。非国民がカナダ国内で禁止されていない武器をカナダ国内に持ち込むことが可能であり、60日間の一時使用許可承認のため、 税関職員から非居住者用銃器宣言を得ることが可能となっている。カナダでは銃器は3つのカテゴリーに分類される。チリでは憲法第92条で銃の所有権を特別に認められた権利として宣言しているが、銃器は警察によって規制されている。民間人の銃の所有権は法律で認められているが、当局は消極的であり、民間の武器使用に関する。 危険性を指摘するキャンペーンが行われている。警察発行の銃器許可証は、申請者が18歳であること、精神科医によって発行された精神衛生証明書を提供すること、家庭内暴力で告発されていない、犯罪歴がないなどの要件を満たし、銃器の安全性と知識に関する筆記試験に合格することで所持が許可されるが、最終的な承認は、 地区の警察署長によって行われる。申請者は、所持に関する正当な理由を請求され、内容によっては、申請を差し止めることが可能である。承認された場合、許可には、以下の4種類がある。それぞれの許可に対して、銃の種類に制限があり、特定の銃規点から、指定量の適切な弾薬を購入するために、警察発行の許可書が必要となる。輸送許可証は、 許可証保有者の住居から指定された射撃場または資料場まで銃器を持ち込むために必要であり有効期間は2年間輸送され目的地でそれら銃器を下ろすときはそれら銃器を身につけること自己防衛許可証は特定の人間の脅威に対する保護のために銃を携行することを許可するこの許可は1年間有効であるが 警察署長が理由を述べず申請を拒否することがで可能であり発行されることはほとんどない。民間人の自動火器の所有は禁じられている。ホンジュラスの銃砲は2000年の銃器、弾薬、爆発物及びその他の関連物の規制に関する法律に記載されている。2002年4月国民武器登録所が設立されすべての市民は銃器を 国防省に登録することを求められる。2003年には特定のアサルトライフルの禁止が可決され、市民が AK-47 や M-16 のような軍用型ライフルの所持を制限した。2007年、追加の法令により、銃器を公で出すとこを禁じ、一人当たりの銃器の保有数も制限されている。ジャマイカの銃法は銃器法に定められており、 銃器免許機関によって規制されている。申請者は、ショットガン、ハンドガン及び、ライフル銃の銃器免許を取得するために、警察の身元調査に合格し、認証手続きを完了しなければならない。狩料屋の競技目的のための散弾銃やライフル銃は、拳銃よりも入手が容易である。全自動武器は禁止。拳銃は、リボルバーの倍0.45口径以下。 ピストルの場合は 10mm 以下のものに限られる。弾薬の購入は、ショットガンでは年間250発、ハンドガンでは50発に制限されており、追加の弾薬の申請は一般に狩猟シーズン中に行われる。重機と弾薬ともに専用の保管庫が必要とされる。一度許可されると、重機の持ち運びが、ほう 第22条に基づいて一時的に禁止されていない。限り、銃器を公に出したり、隠したり等の追加の許可は必要とされない。メキシコ憲法の下で、市民及び法定居住者は武器を所有する権利を有し、警察の規制に従ってのみそれらを保有することができる。申請者は、犯罪理がないこと、収入と住居の証明が求められ、認可後の新規銃器は、 国防省を通じて購入される。25インチより短い重心、または12ゲージより大きい後傾のショットガン、全自動、または大口径のライフル銃などの武器は禁止されている。一丁の拳銃は家の防衛のために許可されている。狩猟や競技射撃のために最大で9つの長銃と一丁の拳銃が許されているが、狩猟。 または射撃クラブの会員であることが求められる。収集家においては、武器の追加や禁止されている武器の所有も許可されている。民間警備会社に雇用されているか、危険に遭遇する可能性が高いと認めれた場合にのみ傾向が許可される。パナマで銃器を入手するには、銃器保有証明書が必要である。銃器保有証明発行には、長い経歴調査と訓練が必要とされる。 銃器を所有するための最低年齢は18歳である。隠された状態での傾向許可証は21歳以上で、あれば取得することが可能である。自動火器、長物で単重進化されているもの、走行貫通性のある弾薬は、許可を受けた銃の所有者でさえも禁止されている。隠された状態での傾向許可証の、収別表自合放射類集メイイイ集メイイ集、メイ、イ集、 オープンキャリー法の収別表示許容している、許容しているが、地域制限ありオープンキャリー許可証が必要異例、認めていない米国では、アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局によって施行されている、多数の連邦法に、銃の法律が定められている。武器を所有し武装する権利が、合衆国憲法修正第2条によって、認められており、 ほとんどの州憲法もこの権利を保障している。連邦法と州法の両方が、銃の入手と所有権に適用されるため、州によって多少異なる。以下の条件に該当するものは、銃の購入が認められない。公然価格されているかにかかわらず、武器の持ち運びは州によって規制されており、これらの法律は過去10年間で急速に変化している。2016年の時点で、 ほとんどの州で資格のある申請者に対し、拳銃を携行するライセンスを交付している。いくつかの州は携行許可証の発行を発行当局の裁量に任せ、11の州は許可なしに隠された状態で銃器携行を許可し、26の州が許可なしに拳銃のオープンキャリーを許可しているが、20の州は許可を必要とし、4つの州とワシントン DC が 拳銃のオープンキャリーを禁止している。隠された状態での傾向は、その妥当性について様々な見解が存在している。中華人民共和国における銃の所有権は、法律によって厳しく規制されている。一般に、民間人は、銃の所持を禁止されている。銃の民間所有権は、主に競技組織、認可された、狩猟保護区、野生動物保護、 および研究組織であり、基本的に個人には認可されておらず、その主体や団体のみに制限されている。個人所有で例外が認められているのは、資料目的のみである。銃器の違法な所持、または売却には、最低3年間の懲役刑が課せられる可能性があり、武器密売の刑罰には、終身刑が含まれている。香港とマカオでは、 銃の所有は厳しく管理されており、所有できるのは、法執行機関、軍、民間警備会社のみである。香港法、キャップ38条銃器及び弾薬条例の第13条に基づき、銃器及び弾薬の所持には免許が必要となる。犯罪歴や精神病歴の精査など厳格な手続きの後、免許証が発行される。免許保有者は、 自宅で重機を鍵のかかる場所に保管し、弾薬は別の場所に保管しなければならない。全自動重機のみが禁止されており、不法所持が認められた者に対しては10万香港ドルの罰金を課され、最長14年間公金される可能性を有する。東ティモールの法律では、軍隊と警察軍だけが銃を所有、運搬、使用が許可されている。2008年6月下旬。 首相のシャナナグスマンは緊急の討論で提案された銃法を国会に提出し議論を進めている。民間人が銃を所有することを許可するであろう。新法は東ティモール国会で激しい議論を引き起こしている。また平和維持軍が派遣されている国連も新法に対する懸念を表明している。インドでの銃の所持は法律で厳しく規制されている。 1959年の武器法及び1962年の武器規則は免許を受けていない限り銃、弾薬の販売、製造、所持、取得、輸入、輸出、輸送を禁じているが銃の入手自体が困難である。また、インド政府は銃弾の製造と販売について独占権を持っている。武器法では銃器を2つのカテゴリー 金子ボアと非金子ボアに分類している。すべての半自動及び全自動の重機は金子ボアのカテゴリーに分類されている。1962年の武器法は、合計が0.33、7.62mm、410、380、455、45、リムナシ、または 9mm の弾薬を発砲できる、あらゆる重機を PB カテゴリーに追加している。 20インチより短い重心を持つスムースボア銃も PB 銃として指定されている。1987年以前に PB と NPB の両銃の取得と所持の許可が州政府または地区の治安判事の権限で出されていたが、1987年以降 PB 銃の許可証発行は中央政府に移管されている。ライセンスは3年間有効で、 更新される可能性を有する。銃器の販売は、両当事者が許可証を有することを条件としている。NPB 銃器許可証の発行基準は、申請者が脅威に直面しているか否かである。PB 銃器の基準は、より厳格であり、多くの場合、即時の危険、または、その脅威に直面する政府の要職にある人物、その関係者で脅威及び危険が伴う人物、 およびその家族となる。それら申請資格を有する人物が国家安全保障上の理由で頻繁に拒絶された2014年、PB 免許はさらに規制されるようになっている。国防総省規則の下免許不要で銃器を保管することを許可されている防衛関係者、および一握りのプロ競技手については例外が存在する。インドネシアは一般的に厳格な銃規制があり。 ライセンスは通常、軍や法執行機関などの職業に従事する者のにのみ発行される。銃器の免許を取得するには、申請者は21歳以上で徹底的な身元調査と精神的評価を受けた上で銃器を所有する目的を陳述しなければならない。狩猟、射撃、収集、警備、自衛目的での所持が許可されるが、すべての銃器を登録する必要がある。 銃の許可証は5年間有効であり、更新制度である。民間人はライフルを所持することが可能であるが、軍用型銃器を持つことは禁止されている。拳銃は競技射撃か狩猟にしか使用できないが、2012年、警察が一般市民に許可を出していたと市民団体が主張している。イスラエルの銃法は、兵士が武器を任務中、または 任務外に運ぶことを許可していることから包括的である。一般市民は銃器及び弾薬を合法的に取得、所有、販売、または譲渡するための銃器ライセンスを取得する必要がある。2018年、イスラエルは銃器の規制を大幅に緩和し、軍の戦闘員として戦闘訓練を受けた市民の免許申請を許可しているが、これは ライフル訓練に合格した人にのみ適用されている。規制緩和される2018年以前は、退役軍人や警察官、刑務官、ヨルダン川西岸地区とご覧高原の居住者、またはそこで頻繁に働く人々、認可を受けたハンターや動物管理官など、少数の団体や人に対し認可が行われていた。年齢要件は異なり、軍事関係者、 公務員と同等の資格を持つ者は20歳から21歳、その他は27歳、市民は45歳である。銃器免許申請者は、少なくとも3年間連続で、イスラエルの居住者であり、経歴調査に合格し、銃を所有する正当な理由を証明する必要があり、武器訓練コースに合格することが条件として、定められている。また、銃器許可申請の、 約40%が却下されている。銃器の免許保有者は3年ごとの射撃訓練コースに合格し、少なくとも6年に1回は心理学的審査を受ける必要がある。このほか、警備員はこれらテストに合格し、雇用主に属する銃器の持ち運びの許可を更新しなければならない。申請者は銃を保管するための保管庫が居住地にあることを証明すること。 許可は個人的な使用に限って与えられ、自衛目的の保有者は一丁の拳銃だけを所有し、年間50発の弾薬を購入することが可能である。銃器の使用許可証に加え、警備会社、射撃クラブ、その他職場など組織に属する従業員には傾向許可証が発行される。競技射撃やオリンピック競技など国に承認された射撃クラブのメンバーは、 その必要性を証明し、入会期間を満たした後、追加の銃器及び弾薬を所有できる個人資格が存在する。また、それら競技に参加を希望する無資格のものは、射撃場の監視下の下で使用することが許されている。拳銃所持を許可されている大半の個人は、それら拳銃をオープン、または隠して携行することができ、公の場において弾丸の装填も可能である。 2005年には、銃器の傾向を許可されている23万7千人の市民と15万4千人の警備員がおり、さらに3万4千人のイスラエル人が、銃器の免許を更新できなかったために違法20を所有している。2007年、軍が175万7千500人、警察で2万6千40人、民間人50万人が何かしらの小型武器を、 保有しているとの発表がなされている。模範的な国民は、狩猟や競技射撃のために銃器を所有することが、特例的に許されている。銃器は扱いを一度誤れば重大死亡事故を引き起こし、公共の安全に重大な影響を及ぼす。このため、銃法等権類所持等取締法では銃器を、所持する人に対して、一定の結核条件を付すことで不適格者が銃器を、 所持できないようになっている。結核事故は本人に起因するものは絶対的結核自由といい、事故に起因する以外のものは相対的結核自由という。重宝刀券類所持許可申請には複数のステップがあり、非常に長きにわたる公安委員会、都道府県警察本部の詳細かつ綿密な調査がある。犯罪歴、逮捕歴、歩道歴の調査に始まり、 勤務先、人物行動調査、人格面、交友関係、借金調査、親族調査、近隣トラブルの有無などの多岐にわたる調査項目がある。調査期間は都道府県警察本部により違いはあるが、比較的短い県では3ヶ月程度6ヶ月を要す。調査は適切な時期に行われ、調査を申請者本人が知ることはなく完全に取得して実施される。 調査終了後、人物面、素行面等を内部文書にまとめ、報告が行われる。申請者が、諸葛警察署に提出した、重宝所持許可申請書は、人物行動調査表とともに、諸葛生活安全課から、県警本部に品議が回り、最終決裁が行われる。ライフル銃の銃宝所持許可申請を行った場合は、散弾銃、空気銃の調査と比較した場合、 特段審査が厳しくなる。これは過去の事件が影響しており、ライフル銃が事件に使用された場合、弾丸の威力、制圧力、威圧力は散弾銃、空気銃と比較してもライフル銃は圧倒しており、特に人格面を重要視し、厳格に審査をするべきとの各都道府県警察本部の考え方が非常に強く反映されている。地域的な特性として、 関西方面は、所持に対しての姿勢が大変厳しく、領銃等初心者講習を受講してから最終的に、領銃が所持できるまで1年以上を要すこともある。三弾銃を10年間所有した後に狩猟用途で使用することを前提に大口径ライフル銃の銃砲所持許可申請を行うことができる。所持許可申請時には、所持目的や申請するライフル銃の性能や、 使用頻度、狩猟対象動物等についても詳しく聞かれることがある。都道府県公安委員会により見解は異なるが、猟銃所持歴10年、狩猟免許継続交付10年、実狩猟経歴が10年以上の3つの条件が必要な都道府県もある。所持許可の対象となる銃器のうち、軍事用、警察用として用いられている類の自動小銃、ライフル銃、 散弾銃は一切所持することはできない。銃法刀剣類所持等取締法では、所持できる銃の長さや口径相談数に制限がある。また、散弾銃の種類により、ピストルグリップ仕様のものが存在しているが、これらの形状の両銃も一切所持することはできない。所持許可を受け、所持している両銃の固定ストックから、ピストルグリップに個人で付け替えることも違法になる。 ピストルグリップはその外観的特徴から軍事用途等の攻撃的武器に使用されると考えられるため警察は望ましくない形状と考えている。ピストルグリップ独立銃はまた狩猟用途の場合ライフル銃の後継に一定の制限がある。クウェートは厳しい銃器法を持っている。所持には少なくとも25歳以上で犯罪歴がなく容疑者ではないこと。 警察の監視対象ではないこと、収入が確立されており、武器を適切に取り扱うことができること、または内務大臣が推薦する外国人であることを条件として免許が付与される。また、狩猟三弾銃が最も一般的に認可されている銃器である。22ロングライフル弾を使用するライフル銃も一般的であり、それ以外の狩猟用及び狙撃用ライフル銃を 入手することは困難である。拳銃は用心にのみ許可され、民間人の自動小銃や機関銃の所持は許されていない。レバノン共和国では、拳銃、狩猟用武器、骨董品以外の銃器の所有愛報であり、狩猟用と骨董品のみ所有者の自宅から持ち出すことが許可されており、レバノンは中東の中で最も銃規制が厳しい国の一つである。しかし、 一般的にこの法律は無視されている。レバノンは正式に武器を持つ権利を与えていないが、背景に文化としてここにおいて銃がしっかりと管理されているためである。銃器のライセンスは特定の個人に対し付与されているが、これら銃に関する情報が一般に公開されていないため、立証する必要がある。歴史的な背景から来る銃文化、 中央政府の統制の欠如や全国各地の権限の欠如、この地域の波乱的要素などから、銃規制は成功していない。この地域はかつてガンスミスが際立っていたが、1930年代半ば以降ほとんど利用されなくなったが、今日でも過去の文化背景が、法の代わりようになっているため、レバノンが中東最大の武器市場の一つとなっている。また、 レバノンは一人当たりの銃器保有数で世界58位にランクされている。マレーシアには厳格な銃器制が存在する。1960年の武器法でマレーシア国民に銃器の製造、輸入、輸出、修理、所有権の許可を与えることを明記している。銃器の免許は州の警察署長によってのみ付与される。銃器を使用したゆすり、銃器侵入。 強盗、逮捕に敵対するなどの行為を行った場合、死刑が求刑される。またこれら犯罪で銃を傾向し一獲した場合、終身刑もしくは6回の無打ち刑が下される。銃器の違法所持は最大で14年の懲役刑に服す。一般市民は合法的に銃を手に入れることが不可能であるため闇市場が存在する。2009年。 北朝鮮は銃器を厳しく規制する新しい法律を制定している。パキスタンは他のアジア地域と比較すると、寛容的な銃器法を持ち、世界で6番目に高い銃の保有国である。法律では大半の都市部において民間人による武器の持ち込みを規制しているほか、教育機関、ホテル、下宿及び宿泊施設、日本史、政治集会、宗教儀式、または、 宗教行列、及び裁判所、または観光庁での所持は禁止されている。パキスタンの重法では、銃免許の却下、または取り消しは規定されておらず、あらゆる種類の拳銃や自動火器を含むすべての銃器の所有を許可している。パキスタンでは、銃文化が根付いており、北西部地域の農村部などで、人々が合法的に RPG やライフル銃を、 傾向している姿を見かけるのは珍しいことではないことなどからも伺える。フィリピンは他のアジア太平洋諸国と比較すると重文化が盛んであるため寛大であるが厳格な重砲が存在する。フィリピンの銃規制は1972年にフェルディナンド・マルコス大統領が民間人の重禁指令を発布している。近年フィリピンの重宝は2013年に調印された。 共和国法1591条に外説されている。銃器を購入するには、市民はまず銃の所有権を取得しなければならない。申請者は、最低21歳以上であること、犯罪歴、または家庭内暴力の経歴を持たないことが条件として定められている。所有免許保有者は、の取得とともに、公衆での拳銃傾向が可能となる。申請者は、 差し迫った危険や脅威など、PTG の必要性を証明しなければならない。PTG は通常、弁護士、会計士、メディア関係者、レジ係、銀行の水筒係、司祭、大臣、ユダヤ教指導者、イスラム教同士者、医師、看護師、または技術者に付与される。ほとんどのフィリピン人は、自己防衛と競技射撃のため銃を所有している。 厳格な法律にもかかわらず、フィリピンで十分化が根強いのは一部アメリカの影響によるものである。シンガポール市民は銃器や弾薬を合法的に所有するための免許を取得しなければならない。申請者は保有する理由を正当化する理由が必要である。ライセンスは軍、警察、民間警備会社に限定されることが大半である。標的射撃免許は 承認された射撃場で安全に保管され、特別な許可なしに射撃場から持ち出されない限り、銃の保有を許可している。差し迫った機器が正当化されない限り、自己防衛目的での保有は許可されていない。免許取得後に所有できる小型火器の種類に制限はない。韓国には厳格な銃政策がある。狩猟や競技としての免許は付与されているが、 使用される銃器は地元の警察署に保管しなければならない。同様にエアライフルも警察署に保管しなければならない。クロスボウやスタンガンなどの電気ショック機器も銃器として分類されているが、指摘保持が認められている。テーザー銃は禁止されており、先端がオレンジ色に塗布されていないおもちゃの銃を持つことも固く禁じられている。 銃器法違反は1万8000ドルの罰金と最高10年の懲役刑を宣告される。大部分の韓国人男性は徴兵制度により銃器使用に関してよく訓練されている。にもかかわらず、韓国社会では、組以外のでの十分化が欠如しているが、銃の所有率と銃器犯罪での死者数は世界的に最も低いレベルである。台湾では基本的に 一般市民の銃所有は禁止されている。現在、5000人を超える合法的な拳銃所有者がおり、そのうち1000人が自衛目的で所有され、4000人が台湾原住民による狩料のため所有されている。所有者は2年ごとに定期検査を受けなければならないほか、警察による無作為検査を受ける。タイでの銃器免許は、自己防衛、財産保護、狩猟。 または競技での使用に対してのみ付与される。重機免許の申請者は20歳以上であり、良い行動の記録を持ち、職業を持ち、収入を得ており、かつ永住権を持っていなければならない。また、免許を申請している地域の住宅登記に、本名で少なくとも6ヶ月間は記載されていることが求められている。違反常習者、または精神的不安定な人物については、 免許を取得することができない。重機免許の申請手数料の大半は、各免許、または一単位につき1000バーツ。エアライフルの所有と使用のための免許は1ライセンス、1ユニットに、月200バーツ。携行許可証も1ライセンスあたり1000バーツである。2017年10月以降、銃を購入して使用するには、市民権が必要である。 隠した状態での傾向は追加の許可証なしに許可されない。全自動火器と爆発物は禁止されている。2017年の改正法では、武器の減音装置、電気ダーツ、バンファイアタラインを含む新しい種類の花火が対象となっている。この改正法ではさらに、爆弾を制作した人物は、最高3年間の懲役刑、または、 最高6万バーツの罰金を課せられることが記載されている。その他重要な変更点として、タイ人のみが当局20を登録することを許可している。なおこれ以前はタイに居住する外国人も武器の所有を申請することが可能であった。同法はすでに地元の登録機関から許可を得たもの以外、銃器や弾薬の製造、購入、所有、使用、注文、 輸入を禁止している。この規定に違反した場合、1年から10年の禁固刑、及び、または2000バーツから2万バーツの罰金が課せられる。トルコは、銃規制法に関して制限がある。自動及び、半自動下記の民間での所持は、例外なく禁止。申請についても申請者は、銃器の取り扱いが可能であることを確認するため、心理的、または、 身体的な障害がないことを証明する医療機関での証明書の発行を求められる。犯罪歴などの身辺調査は必須であり、ライセンスの発行には、所持するにあたりその明確な理由が求められる。民間人はさらに、拳銃の傾向許可証、または、ライフルの傾向許可証を警察を通して申請しなければならない。 申請にあたり同様にその明確な理由を証明しなければならず、また傾向許可証は高額である。警察官、軍人、裁判官、検察官、上級政治家などの特別な職業は政府からの与えられた障害有効のライセンスを持っており、拳銃やライフルの取得、傾向の許可証を無料で申請する特権がある。ベトナムの銃器は法執行機関と軍隊のみに、 制限されており、一般市民の銃器保有は禁止されている。これに対する例外は、資料と協議であり、銃器の免許を取得するために申請者は、身元調査を行わなければならない。欧州各地の発行方針を表示した図車類集、メイ、イ州ノー、イ州インプラクティスノー、イ州、ノーデータボスニアヘルゼゴビナと、スルプスカ共和国は、 他のヨーロッパ諸国と比較すると比較的寛容な武器法である。武器は武器弾薬法により規制されている。21歳以上の者は許可申請をすることが可能であり、犯罪行為、精神障害、アルコール、または薬物乱用の器用のある人は許可を拒否される。徹底的な経歴調査、隣人や家族への聴取もあり、申請者は講習を終了し、 選択式学科試験に合格しなければならない。これら試験に合格しても、取得に関して、警察署長がその最終権限を持っており、判断される。銃器は、安全な場所に保管されることを義務付けられ、所有者が履行していない場合は警察に没収される、可能性を有している。隠された傾向は許可証で、許可されている。催涙スプレーも警察に登録されていれば傾向する。 ことが可能である。ジョージアでは、18歳以上の民間人が内務省から、銃器の許可を得て、狩猟や競技用目的でのポンプ式散弾銃、狩猟用ライフル、カービン銃、複合狩猟用銃器、自己防衛目的での拳銃、エアガン、催涙スプレー、電気式麻酔銃、または、収集目的などで銃器を購入して保管することを許可している。精神病者。 麻薬中毒者、アルコール中毒者、犯罪歴を有する人物の許可はされていない。アイスランドでは、銃器を所有するには、免許が必要である。免許を申請する前に、国の取扱い講習に合格する必要がある。拳銃を所有するには特別な免許が必要であり、拳銃の使用は認可された、射撃場のみで許可される。半自動化器には、後継の制限があり、 収集化のみに全自動火器が許可されている。ノルウェーの銃器は銃器武器法によって規制されており、2009年7月1日に発行された新たな二次法により詳細な規制を規定している。ショットガントライフルの所持免許は、警察から実直で責任感があると認められた18歳以上であり、かつ武器の必要性を証明する文書を提出しなければならず、 通常、最初に取得するのは狩猟か、競技用途に限定される。拳銃の場合、最低でも21歳からであり、自宅で安全に保管されることを求められる。このか警察は、通知から48時間以内に査察を行うことが許可されている。18歳以上のロシア国民は、銃の安全講習に参加し、連邦政府の試験と経歴の確認に合格した後に、 重機の免許を取得することが可能である。ライセンスは5年間有効で更新制。重機は自営、資料、または競技活動目的である。資料目的で免許を受けている資料重機には持ち運び許可証が発行される。免許取得後の購入は、最初に最大25ジュールまでの重厚エネルギーを持つスムースボアとエアガンに限定され、 ショットガンを5年間所有した後にライフル銃を購入することが可能となる。拳銃は一般的に許可されていない。長さ 500mm 未満の銃身を持つライフル銃やショットガン、銃弾が連射可能で10発以上の容量を持つ弾倉を有する銃器も拳銃同様に禁止されている。減温装置も禁止。登録された銃がコレクションの一部でない限り、 個人で10兆以上の銃を持つことはできない。セルビアには武器法があり、特に農村地域では合法的な流通量が約100万兆と強力な銃文化を持っており、一人当たりの保有数で世界第2位にランクされている。武器は武器と弾薬法によって規制されている。18歳以上の者は許可を得て銃器を所有することができ、犯罪歴、 精神障害、またはアルコール、または違法薬物乱用の履歴を持つ者は拒否される。徹底的な身元調査が行われた後に警察が最終決定を下し所持が可能となる。銃器は安全な場所に保管しなければならず、所有者が履行していない場合、警察によって没収される。ライフル、ショットガン、及び拳銃は適切な許可を得て所有することができるが、 拳銃のライセンスは厳格である。銃器を所有する許可を得ても、それが隠されているかどうかに関わらず、所有者が銃器を家から自由に持ち運ぶことは許可されているが、拳銃の隠し傾向許可証は差し迫った脅威を証明することを求められ、警察が最終決定を下すことで許可される。このことから隠し傾向許可証を取得することは非常に困難である。 銃の取引はすべて警察によって記録されており、所有できる銃器の数に制限はない。ライフル銃の後径制限は 13mm を超えないこと。一般市民の全自動火器と減音装置は禁止。18歳以上であれば、許可を必要とせずにスタンガンと電気式麻酔銃を購入して携行することが可能であり、16歳以上であれば、 サイルイスプレーを携行することが可能である。弾薬購入に制限はなく、所持している重機に適合しているものであれば購入。可能であり、爆発物取扱試験に合格したものにのみ、ハンドロードが許可されている。1900年以前に製造された古い重機や、歴史的に重要な火器黒色火薬を使用する火器などは、許可なく購入することが可能である。セルビアには、 ザスタバ、パービィパルチザンアミュニション、HK、クルージックエディなどの民間銃機会社と弾薬産業がある。スイスの銃保有量はヨーロッパの国々と比較すると24.45%と保有率は上がっているが、ドイツ、フランス、オーストリアに比べ低い傾向である。またスイスは中立国であり、国民開閉と民間防衛を謳っており、 徴兵制度である。2011年に行われた軍事兵器を軍事施設に留置させる政策に関する国民投票は否決されている。武器は自発的に地元の武器庫に保管することができ、武器を家に保管する義務はなくなっている。1997年6月20日、スイスの武器、武器の付属品及び弾薬に関する連邦法は、その目的として武器。 その付属品、部品及び弾薬の不正使用に対抗することが第一条に明記されている。武器の獲得、それらのスイス領土への導入、輸出、貯蔵、所持、運搬、輸送、及び仲介を管理することも目的としており、第三条に武器を取得、所有、運搬する権利はこの法律の枠組みの中で保障されていると記述されている。ウクライナは ヨーロッパうちで唯一、銃機法が制定されていない国である。これは、総務省の規則命令番号622による。銃法免許証は、年齢要件を満たし、家庭内暴力、または、精神疾患の犯罪歴、または、履歴がなく、以下のような特定の理由を持つ市民に発行される。射撃、狩猟または、採集を目的とすること。22口径 9mm、mm、357マグナム、38口径の拳銃は、標的射撃ないし、自分の生活に対しての脅威を証明できるもので、二のみ許可される。銃器は全て安全な状態で保管しなければならない。武器を購入する場合は、武器関連の法律、技術的及び、武器の安全な取り扱いのための規則、並びに、実際の射撃講座を終了しなければならない。 これら講習は内務機関が担当する。武器許可証を取得する申請書を提出し、関連するコースの終了証明書を提出し、健康診断、内務省機関の検査を受け、武器の取り扱いとそのスキル、現行法の規則に関する試験に合格しなければならない。ウクライナの刑法第263条には、火器、爆発物、及び 弾薬の不法な持ち運び、保管及び不法販売は3年から7年の刑罰が課せられると記されている。以下のものには武器許可証が発行されず、発行された場合においては取り消しとなる。病的疾患者や身体的欠陥などリストに記載されているものに関しては許可証が発行されず、この判断はウクライナ内閣より承認されている。外交施設団や 両時間からの請願に基づいて内務省が発行した許可を得れば外個人の武器弾薬の購入は認められる。購入後5日以上経過すればウクライナから武器輸出も可能となる。ウクライナで永住権の証明書を発行された外国人はウクライナ市民同様に武器を購入することが可能となる。狩猟及び競技用の武器は内務省の適切な許可及び 関係省庁の許可を得ることで持ち込みが可能となる。EU 諸国の人口100人あたりに対する銃器の数、欧州指令、no.、ナンバー 91-477EC によって民間の銃器の取得と所有に関して EU 加盟国が自国の法制度に実装しなければならない最低基準を定めている。加盟国は より厳格な規則を自由に採用することができるが EU 諸国の間で銃器への法的アクセス範囲の違いをもたらす結果となっている。オーストリアでの銃器所持は18歳以上の市民であり許可を受けた販売店またはガンスミスにおいて銃を購入後6週間以内に登録されその後に身元調査が行われる。中折れ式とレバーアクション式ライフル中折れ式 ショットガンは制限なしに購入が可能である。半自動小銃や散弾銃は銃器の免許証や各種傾向許可証が必要であり、安全に保管する義務を有する。全自動武器、軍用の半自動小銃、ポンプ式散弾銃、および全体で 45cm または 90cm より短い重心の散弾銃は制限されており、ライセンスはほとんど発行されることがない。 1871年以前に作られた古い武器は免許証や登録を必要としない。弾薬の販売は一般的に制限されていないが、拳銃の弾薬と一部ライフルの弾薬には許可が必要となっている。キプロス共和国は厳格な銃規制を行っている。市民はいかなる後継の拳銃や小銃を所有することを完全に禁止されている。二連式。 ショットガンに限り許可証が警察から付与される。散弾銃は資料目的のためだけとされ、所有は10丁まで可能である。弾薬購入に関しても免許証が必要であり、一度に購入できるのは250発までと制限され、売買記録が残される。同時にエアガンも規制されており、所有には免許が必要である。チェコ共和国は大多数の市民が、 自己防衛目的で銃器を保有している。許可証発行に関与で同時に2丁までの各種傾向も許可している。このことから大半の市民は直ちに自己防衛目的での2丁以上の銃が即発砲可能な状態下にある。2010年のデータでは保有数では及ばないものの各種傾向数はアメリカをしのぐほどである。免許取得は銃の技能試験。 健康診断に合格し、犯罪歴がないことで取得可能である。一般的な銃器の所有率は、比較的、低いままであるが、銃器を所有し、傾向するのは自由である。これは、ナチスと共産党の独裁政権下で、チェコ市民の銃器保有を禁止された、歴史的背景からと見られている。合法的に所有されている銃器による犯罪は稀で、2016年には、 重器犯罪が45件記録され、そのうち17件は危険な脅威から来る自己防衛目的であった。重法に関する規制が EU 指令で通達される以前まで、この国の寛容性に問題はなかったが、EU 指令以降、国内では国家安全保障と銃の権利を守るための憲法改正を提案したが、 議会上院において承認され、勝ったため立法化されずに終わっている。このほかチェコ政府は、銃の所持を規制する EU 指令に対し、欧州裁判所に訴訟を起こしている。2017年10月、上院の公聴会で、10万人以上の市民によって、署名された EU 銃禁止に対する申し立てが討議されている。2018年2月、内務省は、 EU 司令に準拠するために、現在の武器及び弾薬法の改正を提案している。法律を承認するプロセスは、欧州司法裁判所の決定まで議会で保留されていた一方、2019年1月、内務省は、国の民間銃器所有の伝統を尊重しながら、EU 司令の要件に準拠する、全く新しい銃器法の草案を発表している。 デンマークで16歳以上の市民は、狩猟や競技射撃のために、銃の免許を取得することが可能である。これには、筆記による複数選択テストと実技テストに合格する必要がある。その後、認定された狩猟免許インストラクターが、申請者が武器を所有するのに適しているかどうかの判断を行い、申請者に犯罪歴がなければ免許証が付与される。 資料免許証は、店頭での購入と、最大で12ゲージ、2発式までのショットガンであれば、超数無制限で所持ができる。購入した銃器は、オンラインフォームを通じ警察に通知しなければならない。警察を通じライフルの許可証を購入し、ショットガン同様、店頭で、ボルトアクション式のライフルを購入しなければならない。許容されるは可能な限り小さいものからまであり、 0.50BMG は含まれていない。ライフルが2発に制限されている場合、または容量の制限なしの場合、半自動小銃は許可されている。近年海外で狩猟をするための半自動式ライフルで許可されているのはより大きな光景のみだけある。223レミントン弾 5.56mm、mm、ナトー弾と同様の口径のライフル銃は、 一般的に許可されていない。ハンターは、狩猟を許可される前にショットガン、または、ライフル射撃試験に合格しなければならない。競技射撃目的では、すべての後継のボルトアクションライフル同様に、ショットガンを使用することも可能である。半自動小銃は競技射撃のための使用は、許可されていない。拳銃は20歳以上で、射撃クラブで、 会員登録を行い2年間が経過した後で、拳銃の許可を申請することができ、警察の身辺調査を通過すれば許可される。許可される光景は9ミリメートル以下であるか、限られた少数の大口径であること。最大所有数は22口径であれば6兆。3兆目を申請するには、司法省からの特別な許可を必要とする。22口径を超える。 大口径は同じ光景で最大2丁までに制限されている。ただしリボルバーの場合は拳銃を2丁以上追加することが合法である。また口径に関係なく全ての拳銃の全長はグリップ及び取り外し部品なしで測定した場合で少なくとも 210mm 以内でなければならない。競技目的の武器許可証は5年ごとに更新。 狩猟用ライフルの許可は10年ごとに更新する必要がある。散弾銃に更新はなく有効な狩猟免許を持っている限り、これらを所有することが可能である。狩猟免許の執行から10年後まで武器許可証は有効である。銃器を公の場で持ち運ぶことは固く禁じられているが、自己防衛では許可されている。これは誰かが銃器で攻撃された場合、 その攻撃されたものや自分自身を守ることが法的に許されていることを意味することによる。特別な許可が法務省によって発行されない限り、全自動火器の使用は禁止されている。これらの許可は非常に稀であり、警察、または軍関係、または警察や軍に人員を派遣している人物や企業に限る。銃の不法所持は1年以上の懲役刑で処罰される。 可能性がある。民間人は、拳銃、リボルバー、ショットガン、ライフルなどの私有の武器や弾薬を承認された、安全な保管庫で管理することを条件に、自宅で保管することが可能である。警察の裁量で射撃クラブの武器を検査することができるが、私有の銃器を検査するには裁判所命令を必要とする。フィンランドでの銃器の所有権と使用は、 1998年の国の銃器法によって規制されている。武器は地元警察によって個別に許可されている。個人が保有できる許可の数に制限はない。免許は娯楽用途、展示会、または本業用途である。いかなる種類の武器も禁止されていないが、ライセンスはその理由により与えられる。銃器の免許を取得する正当な理由として、 自衛目的は認められていない。これは狩猟用及び競技用の銃を除き、本業以外の使用を認めないことによる。法執行機関を除いて、全自動式の銃器は一般的に許可されていない。特別に訓練された警備員だけが弾薬を装填された武器を公に持ち込むことができる。2007年11月、フィンランドは、 EU 指令に準拠するため銃法を改正しており、15歳から18歳までの者が許可を得られないように変更している。しかし、すでに許可を受けた者は例外である。2011年、憲法委員会は、20歳以上の者が半自動式拳銃の許可を得られることができると結論を下している。自身の銃を保有するには、2年間継続して拳銃競技活動をしなければならない。 フランスでは、銃を購入するには狩猟免許、または競技射撃免許が必要である。2015年9月、銃器は4つのカテゴリーに分けられ、カテゴリー別の規則が決定されている。カテゴリー C の銃器は、狩猟免許証、または医療証明書付きの競技射撃免許証で取得することが可能であり、カテゴリー C には、主に一重心に対し一発のショットガンと単発式、 ボルトアクションライフルが含まれる。合法的に購入すれば、これらのカテゴリー C の武器は、狩猟や競技射撃の免許がなくなった場合でも、使用せずに保管することができる。カテゴリー B の銃器は、競技射撃許可証所持者が健康診断書付きで6ヶ月間、使用可能である。重犯罪の有罪判決がなく、インストラクターから少なくとも3回の重講習を受講しなければならない。 許可証は、地元警察で購入し5年ごとの更新制。このカテゴリー重機の使用は、競技目的かつ射撃場のみに限り、資料目的での使用は禁止されている。カテゴリー B には、AK-47、a カム、AK-74、AR-15、M16 AR、M4 などの全てのアサルトライフルが含まれるが、半自動方式のみとする。 リムファイヤーを含むすべての拳銃もカテゴリー B に分類される。許可が更新されない状態でこれらカテゴリー B の武器を所有するのは違法となり、武器は処分しなければならない。ピストルを含むエアガンは、そのエネルギーレベルが2 0ルを超えていなければ、カテゴリー D の武器として大人が自由に利用できる。基本的エネルギーレベルがターゲットピストルで 6J。 ターゲットライフルで 7.5J となっている。スコープ付きフィールドターゲットライフルは 15J または 16J となり、競技では最大圧力を認めている。非金属製ペレットを発射し、2J を超えないエアソフトガンは、武器ではなく、玩具とみなされるため、銃器規制から除外されている。カテゴリー D は自由に使用でき、最大で 75g までの催涙スプレーなども含まれる。 これ以上の容量のものは武器とみなされ、特別な許可を要するカテゴリー B に分類される。一人のものが12兆以上の銃器を所有することはできず、1兆あたり10個以上の弾装と1000発の弾薬を所有することはできない。1年限りの携行許可証は非常に危険な状態にさらされていると証明できるものにのみ付与され、拳銃と最大50発の弾薬が許されている。 しかしこの許可が降りるのは非常に稀である。なぜなら通常そのような状態に陥った場合は当局は警察に保護依頼を要請するからである。2015年11月以降警察官は職務外でも銃を携行する権限を与えられている。ドイツでの銃の所有権は制限されており、1972年の連邦武器法和偏技説によって規制されている。 法律で7.5ジュールを超える武器に適用される。銃器の免許証は、刑事事件での有罪判決や、精神障害がなく、申請者に信頼性があり、銃器を所有する必要があると証明できる18歳以上のものに付与される。また所有する銃器ごとに、個別のライセンスが必要である。標的射撃は、過去12ヶ月間に18回の訪問記録を持った。 射撃クラブの会員でなければならない。銃器の傾向許可証は各種傾向を公的に許可する二段階制の免許であり、特定のニーズを持つ者のにのみ発行される。自動式銃器やいくつかの特殊武器、特殊弾薬は完全に禁止されている。これら武器の購入、所有、貸与、使用、持ち運び、作成、改造、交換は最長五年間の懲役刑。 武器の没収及び最高1万ユーロの罰金となり違法であり、処罰される。あらゆる種類の犯罪に対して違法な武器を使用すると、1年から10年の禁庫刑によって罰せられる。2012年末に導入されたドイツの銃登録制度では、合法的に所有した人数は140万人であり、銃器数が550万丁であった。ギリシャは厳格な銃規制が存在する。 三段銃、ライフル銃と拳銃所持には警察本部によって付与されたライセンスが必要である。次の条件下で18歳以上のギリシャ市民に免許証を付与することが可能となる。拳銃やライフル銃を購入するには市民は隠し傾向教科証または標的射撃許可証のどちらかを持っている必要がある。半自動式の小銃は禁止。 ハンターは最大10丁のショットガンとライフルを所有でき、競技目的では最大7丁の銃を所有することが可能。ショットガン用の弾薬購入のためのライセンスチェックや記録はないが、対象となる意図は武器1丁につき500発までしか所有することができない。ハンガリーの銃法は比較的厳格で、コード24-2004政府の決定253 2004内務大臣の指示49-2004によって規制されている。法律は7.5ジュールを超える火力エネルギーを持つ武器に適用される。銃器の免許証は刑事事件での有罪判決や精神障害がなく信頼できるものとみなされ、銃器を所有する必要があると証明することができる18歳以上のものに付与される。半自動小銃、狩猟用小銃、 三段銃、または拳銃を所有するためには、狩猟クラブ、またはライフルクラブへの入会などの正当な理由が必要である。自動小銃は禁止されている。2010年、ハンガリーには12万9千人の登録された銃保有者がおり、23万5千丁の銃器が確認されている。これら大多数は、狩猟用ライフルと自衛目的のための拳銃であった。 銃器犯罪はハンガリーでは非常に稀であり、警察が犯人に対し発砲する件数は年平均10回以下である。アイルランドの銃法は厳しく、すべての銃器は警察ガルダを通じて個別に免許を取得する必要がある。申請者は16歳以上、所有の正当な理由、銃器を保管する安全な場所、銃器適正の証明、またはそれを達成するための取り決め、 医療記録と二通の人物証明書を提出し、健全であり温和なことを証明しなければならない。特定の犯罪で有罪判決を受けた申請者は、重機の証明書を拒否される。個人防衛は所有権の正当な理由とはならない。アイルランドの銃器法は1925年の重機法に基づいており、1964年、1968年、1971年、 1990年、1998年、そして2000年に改正されている。これら修正の累積的な影響、及び他の方の修正が適用された混乱により、2006年、アイルランド法改革委員会は、現存するすべての法律を改正することを勧告している。しかし、2006年の刑事司法法には、重規法の80%の書き換えが含まれていた。 その後すぐに2007年の改正及び2009年のさらなる主要な改正が法的混乱を悪化させており、2014年現在、法改正委員会の勧告はまだ完全には制定されていない。重機法はおよそ20の別々の法によって改正された1925年の法から成り立っており、その基礎、改正、または用法に直接関わっているものの一握りによってだけ、 よく理解されている。銃器所有者による高等裁判所及び最高裁判所で数百の司法審査が勝訴し、これらすべての銃器法を遵守していなかった免許に関し、公判落状が生じている。イタリアでは国家警察が精神的疾患でも基地の薬物乱用者でもなく銃の安全性を証明できる犯罪歴のない18歳以上の者のに対し銃の 免許を発行している。射撃競技免許証は、弾薬が装填されていない状態で運搬し、指定された射撃場のみの使用において許可している。狩料免許は、狩料目的でのみ許可される。隠し傾向免許は、その正当な理由を求められた上で許可され、弾薬が装填された銃器を、公の場で持ち運ぶことを許可している。個人が自宅保管状態で、 保持できる上限は、拳銃3丁、12丁の競技用拳銃、または、ロングガン、狩猟用長物は、無制限、及び1890年以前に製造されたものに、限定した骨董銃で8丁に制限される。なお、収集目的での許可証はこれら制限を超えて、所有することができる。使用の銃器は、取得から72時間以内に、 地元の警察署に登録しなければならない。弾薬の購入も登録しなければならず、通常の保有限度は、拳銃弾で200発、狩猟用弾薬で1500発までに限られている。オランダでは、銃の所有権は、放執行機関、ハンター、及び標的移転に限定されている。狩猟免許は下流度安全講習コースを通過することを必要とする。 標的射撃用の銃を所有するには、申請者は1年間射撃クラブの会員でなければ、ならない。銃犯罪歴、麻薬中毒、精神疾患を有する者には許可されない。銃器は、安全な場所に保管した上、毎年警察によって検査される。これら銃器は、暴力に対する理由としてのみ、自己防衛に使用することが可能。全自動銃式は禁止されているが、 半自動式、拳銃及びすべての弾薬と弾装は合法である。認可された銃の所有者は一道に五丁までそのものが保有する免許証に登録することができる。ポーランドでの銃の所有権は1999年5月21日に改正された武器弾薬法によって規制されている。銃を所有するためには免許を必要とするが、 2011年と2014年に、重宝が緩和され、年々与えられる許可数が増加している。これは、一般的に、説明なしに免許を剥奪する警察の裁量権を削除したことによる。現行の法律では、標的射撃及び収集のための許可証は、法的要件を満たせば即許可する方針であり、自己防衛目的の許可も付与することができると、 定められていたことによる。競技射撃及び自己防衛目的での許可は、弾薬を装填した状態、かつ各種傾向の状態であれば、公の場で持ち運ぶことが可能ある。以前の競技射撃免許では、銃器の持ち運びは許可されていたが、射撃場出入りの際、銃器強奪事件が発生した過去から現行法では、禁止となっている。銃器の免許を取得するには、申請者は、 犯罪歴を持たず、医学的及び心理学的審査を行い、望む銃器に対する試験に合格しなければならない。許可証は無期限であるが、自衛目的の許可は5年ごとに、医学的及び心理的評価に合格する必要がある。各許可証は保有者が所有できる武器の種類と数を指定している。またこれらの値は、ライセンスの種類と必要な書類によって大きく異なり、 標的射撃と狩猟用に約5スロット、収集用20スロットを受け取ることが確立されている。標的射撃免許は申請者が有効な射撃競争免許を所有することを要求される。収集免許は選択式、または全自動式火器を含むすべての重機が収集、または射撃場のみにおいて使用することができる。自己防衛免許は、 平均より高い一定の危険性を証明することが求められる。免許証が障害有効となるのは元軍人で交換、または警察官のみであり、拳銃を一丁所有することが可能である。また、警備会社はこれら制度の対象外となる。1885年以前に製造された黒色柿を使用する骨董銃は免許証を必要としないため、 重愛好家の間で人気を博している。ルーマニアでの銃の所有権は法律295-2004によって規制され、ルーマニアは世界で最も厳しい銃法を持つ国の一つである。市民が武器を手に入れるには警察から許可を得なければならず、購入した武器は登録しなければならない。狩猟許可、自衛許可、競技射撃許可、コレクター許可など、 様々な要件と許可を必要とするカテゴリーが決められている。唯一、銃を合法的に傾向できるカテゴリーは、自己防衛許可、裁判官、国会議員、軍及び特定の外交官のみである。また、すべての場合において、心理的審査が事前に必要となる。同時に15センチメートルより長い刃体を持つナイフは、武器とみなされ、銃器同様に扱われる。 ハンターが、狩猟銃を取得するには、プロのハンターと一定の練習時間を必要とする。自己防衛許可を取得するには、承認の保護下にある必要がある。競技及び収集ライセンスは、それぞれスポーツシューティングクラブ、またはコレクター協会の会員資格を必要とする。所有することができる弾薬の量は、許可の種類によって規制されており、競技許可証では、 11丁あたり1000発の一致する弾薬の所有を認められる。資料許可証では11丁あたり300発の一致する弾薬、自衛許可は1兆あたり50発の弾丸と50個の空薬莢が保有でき、収集許可では弾薬の指摘所有を認めていない。爆発性の弾薬が使用できる武器や弾薬、全自動式の武器、銃以外の造形に偽装された武器、 走行貫通性のある弾薬、また法律で定義されたカテゴリーに該当しない、殺傷性を有する武器は禁止されている。銃の種類も規制されている。以下の図は民間所有のための致死性武器と種類による制限を説明する表の簡易版である。コレクターの場合、1945年以降に設計された単銃機は禁止されているが、 自己防衛許可では非姿勢の武器のみ許可される。方向所速が1 0キロジュールを超える武器、重心に反動を抑える装置や装備が施された武器の傾向は違法である。スロバキアでの銃の所有権は主に法19、190-2003によって規制されている。銃器免許証は少なくとも21歳で、犯罪歴がなく、健康で健全であり、銃を所持する正当な理由があること。 自由の法律、安全な取り扱い、応急処置に関する高等試験に合格すること。ライセンスは、下記6つのカテゴリーに分類され、それぞれに許可証が発行される。各種傾向許可は、警察が十分な正当性を認めた場合にのみ、発行される。なぜなら、このライセンスは、許可証を発行する可能性があるであり、スロバキアではライセンスを付与する個々の警察部門の、 立場によって見解が異なることによる。これはカリフォルニア州の銃法に告示しており、他の部署では十分な理由により許可証を発行するとなり、人口の約2%がこの免許証を保有している。例外があり、ヒレバーアクション方式の前奏式の銃は免許証なしで購入することが可能である。スロベニアでの銃の所有権は EU の指令と同調し、武器法。 ザコン OG 銃の下で規制されている。銃の許可証は犯罪歴がなく、健康診断及び銃器の安全性に関する試験に合格し、良心的兵役拒否がないこと。狩猟目的か、標的射撃かの理由が求められ、狩猟会か、競技射撃団体のメンバーであることを証明すること。申請者は武器の種類に応じたレベルでの安全な保管庫での保管義務を求められる。 自己防衛目的での所有は、申請者が事故の安全と銃が必要であるとされる危険性を証明しなければならない。ほとんどの EU 加盟国と同様カテゴリー A の銃器の所有は禁止されている。ただし、要件が満たされていれば武器収集下は所有が許可されている。銃器弾薬は鍵のかかる保管庫で別々の場所に保管しなければならない。 特殊な状況でのみ隠し傾向は許可される。重工速度が秒速200メートル、またはエネルギーが20ジュールを超えるエアガンも許可が必要である。スペインの銃器規制は、法、リアル・デグレト137-1993により制限されている。銃の免許証は、警察の身元調査、生理学的及び医学的審査を行い、学科試験に合格した後、 クアルディアシビルから発行される。ショットガントライフルの免許は5年ごとに更新しなければ、ならず、銃も検査対象となる。競技ライセンスは3年ごとの更新制度で銃器の検査は警察が任意で、いつでも行える。自己防衛及び各種傾向ライセンスは、毎年更新する必要があり、特別な条件下でのみ利用可能である。競技ライセンス保有者は、 最大で6丁のショットガンと無制限でライフルを所有することが可能であり、その有効期間は3年である。また競技レベルに応じて1丁から10丁まで拳銃も所有することが可能。弾薬は半自動式、センターファイヤー方式の小銃で、狩料目的で2発、競技目的であれば4発に制限されている。また、半自動式、ショットガンは3発に制限されている。 半自動センターファイヤー方式小銃の弾装容量は、競技射撃用途で4発、試料のため2発に制限されている。半自動式、ショットガンは3発に制限されている。リムファイヤー方式のライフルに関しては種類に関係なく弾装の制限はされていない。223レミントン弾、5.56mm、ナトウ弾や 50BMG など軍事用途の弾薬を、 装填したライフルは禁止。308ウィンチェスターと 7.62EX39mm の弾薬はボルトアクション式、レバーアクション方式、または単発式銃器にしか使用することができない。許可されたセンターファイヤー方式の拳銃と小銃は承認された武器庫にて保管し、銃と弾薬は別に保管しなければならず、所有者は銃器の盗難についての責任を負う。 ライフルと拳銃の弾薬は合法的に所有している、銃器専用のものだけに限り、購入と所有は、拳銃で100発、ライフルで200発に制限される。年間使用制限もあり、拳銃で100発、ライフルで1.000発であり、拳銃用は個人保管料と同等となる。しかし、主に競技用途でのみ、追加申請することが可能となっている。 ショットガン用弾薬は有効な身分証を携帯している成人に対し、最大で5.0008の弾薬を購入し、保管することができる。年間の数量制限は課されていない。免許保有者は、自宅から射撃場や狩猟場、またその逆において装填してない状態での銃器運搬が許可されているが、回り道は許されていない。また射撃場内とシーズン中の狩猟場内は、 この政権から除外される。民間警備目的で拳銃とライフルの所持を許可する免許があるが、この免許は仕事以外では許可されず、職場敷地内において承認された武器庫を設置し、安全に保管する義務がある。自衛目的での拳銃の隠し傾向免許がある。しかしながら、この許可は発行する可能性があるを基準としており、 いくつかの要件を伴って初めて認められており、その大半は認められていない。この免許は毎年更新制度であり、その都度申請しなければならない。その他、警察及び警備隊の要員、並びに、軍の一般隊員は上記の免許以外に、特別な銃器の免許を保有している。収集家には別途、前奏式中の免許がある。 スウェーデンでの銃の所有権は、ベイピン・ロガン1996-67の銃法と修正法、ベイピン・フォールード人間・ニンガン1996-70及び、ファップ551から3、RPSFS2009-13 に明記されている。取得申請は、善良な人物であり、資料試験を合格するか、 承認された射撃クラブに6ヶ月間所属した18歳以上のものに対し警察から免許が付与される。15歳以上の人物に対しては免許保有者の監督下のもとにおいてのみ銃器の対応が行える。ライセンス所有者は最大6丁の狩猟用ライフル、10丁の拳銃、または8丁のライフルと拳銃を混用させ所有することが可能。銃器は承認された。 安全な武器庫に保管しなければならない。競技射撃用に登録された銃器は狩猟に使用することはできない。各種傾向許可証は命に関わることが証明されているなど、非常に特殊な状況下でのみ取得することが可能である。銃器収集課は収集対象の明確な境界を示さなければならない。警察は収集された銃器に対し安全対策を指示する場合があり。 コレクターはその指示に対して猶予を請求することが許可されている。1890年以前に製造され、使用せず密封されている弾薬は武器法から免除されている。イギリスはいくつかの銃器法を通じて銃器規制を強化し、自動火器と多くの半自動火器を完全に禁止した。登録小付け古式拳銃も厳重に管理されている。 銃器の所有権には通常警察が発行したショットガン証明書または銃器証明書が必要である。申請者は次の要件を満たさなければならない。アルコールや薬物関連の病状を含む病状の病歴がないこと。うつ病、精神障害または神経障害または転換の既用歴がないこと。銃を保管するのに安全な武器庫。は さらに、申請者が所有しようとする、核重機についての正当な理由来たアイルランドでのみ、自衛が正当な理由として認められている。SGC は、安全に保管できる場合に限り、保有者は、ショットガンを無制限に購入し所有することが可能。三弾銃の弾倉容量は2発に、制限されている。ファクの対象となる武器の場合、警察は保有する弾薬の種類と量、そして、 重機の使用場所と使用方法を制限する権限を有している。北アイルランド以外では、1997年に、ほとんどの拳銃の指摘所有が禁止されたが、解除保安要因に対して、一般的に発行されているセクション後の免許と、警察の保護下にあるものは例外である。オーストラリアの銃法は、州政府の管轄下にあり、1996年の国家重機協定の改定に、 全面的に合意している。州は、市場、競技射撃、外虫駆除、最終及び農民と、農場労働者に対し重機の免許を交付している。有罪判決を受けた犯罪者及び、精神疾患の起用歴のある者に対する免許交付は禁止されている。ライセンスは3年、または5年ごとに更新する必要がある。フルライセンス保有者は18歳以上でなければならず。 12歳以下の未成年の使用に関しては、ほとんどの州で成人の監督下においてのみ使用することを許可している。拳銃は、州内の一時生産者、競技手、及び特定の警備員が射撃クラブにおいて、使用期間を6ヶ月を得た後に入手することが可能となる。軍用武器、容量や口径に関係なく、半自動小銃、ポンプアクション、半自動ショットガンなどが、 規制対象武器となるニュージーランドの銃法は、1983年の武器法、1992年の武器改正法、1992年の武器規制法で構成され、主に重機所有者の審査に焦点を当てている。安全講習講義を受け、安全性及び武器規則に関する筆記試験に合格し、重機及び弾薬を保管するための安全な保管庫を 持っていることを申請して警察から銃器免許証が交付される。警察はまた申請者と銃器を所有するにあたり、適任者であることを確認するために、申請者に対し2つの質問を尋ねる。犯罪組織構成員、家庭内暴力の経歴、精神的不安定、またはアルコールや薬物乱用の経歴がある場合、ほぼ申請は拒否される。 また銃器に関する不正行為は通常警察によって免許証を取り消されることにつながる。銃法と規制から NZ 警察の方針として自己防衛目的での銃器所持は認めていない。推計では人口476万人に対し120万から150万丁の銃が流通しており、このうち13.500丁が半自動小銃とされる。 特定の種類の銃器を所有するには、厳格な検査手順、より高いレベルでの保管義務、及び武器を入手するための特別な理由が必要である。また、拳銃、機関銃、洗濯式半自動小銃、及び、軍用式半自動小銃を購入する前に、免許について適切な指示を得た上で購入する必要がある。2019年3月15日に発生した。 クライストチャーチモスク銃乱射事件により、ジャシン・ダーダーン首相は3月21日、軍使用の半自動小銃と自動小銃を禁止すると発表している。また他の重火器をマッサに改造できる部品、相談数の多い断層も禁止となる。これに伴う駆け込み需要の抑制も行われ、政府による禁止対象銃器の買い戻しも2億ニュージーランドドルを当時整備される。 農業従事者には0.22口径とショットガンなど特定の範囲内で特例を設ける。執行猶予期間が過ぎた後に所持していた場合、最大で4ニュージーランドドルの罰金と3年の禁庫刑が課される。この新しい銃改正法は同年4月11日に施行された。同国での銃器使用は農家の外獣駆除や怪我をした家畜の処分。 狩猟や射撃場も点在するため趣味としての利用者も多く、このことから議会にロビー活動を行う圧力団体が存在するため、過去に議論された銃規制は退けられている。ありがとうございます。